さんこんにちは、エキスパースの吉香です。皆さんこんにちは、ICC の岡です。はい、編集長、はい、ついにエキスパース500人突破してきました。おめでとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。登録いただきまして大変嬉しく思います。そうですね、はい、まあ、当初の予定よりはだいぶゆっくりになっていますが、まあ、でも本当に、まあ、知っていただいて、ね、見ていただく方が多いことと、やっぱり特にエキスパースのチャンネルはね、ヨシカのファンの方はじめ、はい、すごく好きで見てくださっている方が特に多いので、ウォッチタイムというかね、見てもらっていただいている平均の時間もね、まあ、すごく長くなってるし、はい、まあ、よりパースに愛着を持ってご覧いただいている方が多いのでね、編集部一同非常に嬉しく思っておりますので、はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。というところでですね、はい、まあ、せっかく500人記念行ったので、はい、出したいなと思いまして、うん、まあ、質問コーナーを久しぶりにしていこうかなというふうに思ってます。久々ですね。そうですね、半年までいかないけど、半年ぶりくらい、9月とか10月ぐらいだっけ、やったのね。ですね、うん、まあ、編集長の美香さんも私も質問コーナーというかそれぞれ設けて、うん、細かいところまで、うん、みんな答えてるんですけれども、うん、まあ、せっかくなんで今回も新しい質問をちょっと募集いたしました。インスタグラムの方でストーリーでご覧いただいた方いらっしゃると思うんですけれども、見えたかな俺若干自分で見逃してたからね。あれ、ちょっと見逃されてました。見逃してたから、あれ、美香さん上げたのかなと思ってたら上がってたっていうね。ちょっと時間帯があれだったのかな。で、まあ、今回ですね、いただいたご質問の中から何個か私の方で、私と編集長の方でこうピックアップしまして、まあ、これ今回やっていこうかなっていうのを、挙げましたので、ちょっと一緒に編集長答えていっていきたいなと思っております。はい、はい、でまず一つ目なんですけれども、パースのデートスポットどこが人気でしょうかっていうの でもこれは王子のデートプランで特集してほしい、多分これマガジンで特集してほしいかなっていうことだと思うんですけれども、あ、はい、まあ、今ちょっとエキスパース発行できていない状態になりますので、コロナの状態がありますので紙が、ね、配れないんだよね。そうですね、まあ、配れないというか、まあ、配っていいっちゃいいかもしれないけど、まあ、レストランさんとかもね、やっぱね、いや今置きたくないと思うよみんな今フライヤーとか置いたところ今軒並みないからね。そうですね、唯一中国系の情報誌だけは発行してね、置いてるところもあるけど、まあ、でも本当それぐらいで、今パンがいつその、ね、コロナ見つかった時にエキスパース手に取ってましたみたいな感じで、もう全部始まったら、うちみたいにちっちゃい会社だとね、もうその調査やなんやらでも全部止まっちゃうと、今利用されてる方に迷惑かかっちゃうし、まあ、精一杯できる人は YouTuber が続けることぐらいかなというところになっちゃうんでね、ちょっとご理解ください。はい、ありがとうございます。で、まあ、そのデートスポットなんですけれども、うん、私から答えていってもいいですか。もちろん。私はその彼と一緒にどっか行くかってなったら、やっぱりこうゆったりできるところがいいなって思って、はい、その海が綺麗に見えたりとか、あとはその景色がいいところっていう場所なんで、まあ、ナショナルパークとか、うん、そういうところが、まあ、よく行くなっていうふうに自分が改めて思った時に思ったんですよね、うん、で、まあ、お金を使うっていうところがそんなにないかなって。カフェとか食事ぐらいだよね、はい、まあ、いいところちょっと行ったりとか、うん、のんびりゆったりするのがこうオージーとデートするかなと思って、ピンダーとか、うん、そういう時に出会ってた方たちとデートしててもやっぱりのんびりしてるところが多かったっていう感じですかね、うん、まあ、日本のデートっていうものとは基本的に違うよね、うん、なんかどっか行こうっていうのもなんか、まあ、海見に行こうとかね、うん、なんかカフェ行こうとかはあるけど、うん、なんかそんなに目的を必ず持たなきゃいけないかっていうとそういうわけでもないよね、うんうん、そうですね、まあくまでも誘うきっかけにはなるしさ、まあ、行く理由にもなるんだけど、うんうん、まあ2人でいたいからいるんでしょうっていうところが、ね、まあ、強いかなって気がするけどね、うん、あとはちょっと旅行に行くとかなったら、いつもヨーク行くんですけど、よく行ってるよねヨーク行くんですよ。すごい静かな町で、めちゃめちゃ小さい町なんですけど、ルートのふるさとの隣に1時間ちょっとくらいかかるんです。内陸の方に行くところで、ウェーブロックの途中にあるみたいな町なんですね。あ、そうですね、うん、観光バスとかで行くとあそこでトイレ休憩があるんですよね、うんうん、すごいゆったりした、うん、いい街で私もすごく好きなんですけど、うん、まあ、マーガレットリバーだったりとか、あとは、スワンリバー、あ、スワンバレーとかですね、うん、まあ、そういうちょっと観光地っぽい部分のところも、うん、まあ、デートスポットに含まれてきたりするんですけど、うん、まあ、何かこうプランを立てて結構計画的に寝ていくようなデートっていうのはあまりしないですね、うん、そうね、うん、
吉子さんバリは行ってないんだもんね。バリは行ってないです。あ、まあ、結構こっちはバリは意外と多いですよ。あ、パスないじゃないんだけど、あの付き合った人とバリ行ってきましたけど、確かに聞きますね。多いです。日本人カップルはもう余計に多いし、日本人バリ好きな人多いじゃん。こっちから3時間半で行けるからさ、すごいですよね。そう、でアジアとかキャンペーンやってる時なんか往復200ドルとかで行けるから往復2万円弱で1万8000円とかで行けてね。英語も多少慣れてるとさ、もう大体あんまり通訳もいらないから、そうするとかなり格安でね合流できるっていう、まあ、今もだいぶバリも物価上がってちょっとコロナで今すごい大変だと思うからね、まあ、ぜひ国境空いたら行ってあげてたくさんお金落としてあげてほしいんだけど、そうですね、まあ、そういうところでバリを行かれる方も多いかなという気がしますね、うん、ありがとうございます。まあ、そういうところですかね、はいはい。でも2つ目の質問です、うん、これは編集長に答えてもらった方がいいかもしれないですけど、来年パース、2022年にパースに、はい、まあ、半年留学に行きたいんですけれども、どこの語学学校がおすすめでしょうかっていうご質問でございます、編集長。どこがいいですかって言われてもね、あの一人一人ちゃんと聞いてくれたらその人の個性とかさ、はい、答えるんだけどさ、よく、まあ、留学エージェントからよく質問もらうやつでどこがおすすめですかとかすごいあるけど、留学エージェントがよくそういう質問できるなと思うよね。いかに一人一人と向き合ってないか、もうなんかおすすめはこれで押し通そうとしてるか、もう丸見えなんですけど、逆にね、あのご覧になってる方でいただいても困るんですよ。あの例えばすごくこうワーホリでいらっしゃる方には人気があるというか、ぴったりだけど、なんかすごくこう長期勉強したいかって言われたら違うとか、いろいろ目的によって違うんですよ、そこって。まあ、ちょっと話すと長いんで、これはあの来週 ACC の動画で上げますんで、はいはい、まあ、チャンネル登録はしなくてもいいんで、そっちの方で見てください。では次です。これはですね、めざめざもういつも質問を募集したら絶対来る質問なんですけど、どうやったらエキスパスで働けますか、編集長。これは絶対来るんです。ありがたいことなんですけどね、本当にありがたいですね、うん、すごくたくさんの方いただく質問で、はい、なんか実際吉川さんぐらいこう長くできる人、長くできるからいいってわけじゃないんだけど、こう最初に言ってたテンションとそれと同じかそれ以上ずっと保ってこう形にしてったりね、まあ、たまに失敗したりとかいろいろあったにしても、その思いを大事にこう皆さんに届けたいとか、それを自分の形にしていきたいとかいう形でできるって本当少ないんですよ。なんかお金もらえる中でこれだったらやってみたいみたいな感じの人が多くて、まあ、そういう人は絶対この採用しません、はい、仕事だからっていうんじゃなくて、別にお金もらわなくてもやりたいぐらいの感じで、まあ、それで給料が出るぐらいの感じに思ってもらえる人が、まあ、根本的にいいっていうところ、まあ、なんでって言ったら、そういう人の方がいい感じで届けてくれるんですよ。吉川さんとしてもそうだし、まあ、いたスタッフでもね、安武さんとかもすごいいい感じで届けてくれてたけど、だからそういったあの届け方っていうところはね、やっぱ気持ちありきだっていうところは、やっぱりこの、まあ、エキスパスだけじゃなくて、この会社全体としてすごい大事にしてるところなので、まあ、仕事っていう感じで応募してくる人は、まあ、そういう感じだからごめんねって言うと大体返信ないんですよね。まあ、あと言うならば、そのできればこっちで留学してた経験が欲しいかな。っていうのも、ね、最近来てこうにわかでパース見て最近来た目だからこそ言えることがありますとか言い出すと本当に収拾つかないのよ。まあ、それも大事な目かもしれないけど、まあ、それって逆に別に我々もさサポートさせてもらってる方もいらっしゃるから、そういう人からこうパースどうっていう話でフィードバックいただくこともいっぱいあるんで、別にわざわざスタッフに入れてそういう人を入れててもなんかね、線路落ちたらもう何も使い道ないのみたいに自分がなってっちゃうから、別に我々からしたらそういうことで来てほしいわけじゃないから、来たばっかりの目っていうのも大事は大事だけど、やっぱ我々もそれを常に持ち続けようとしながらも、かつ ACC のサポートさせてもらっている方からも聞いたり、フィードバックさせてもらって、フィードバックいただいたりとかね、やってることでもあるんで、やっぱその人がどうパースを好きなのか、はい、まあ、それがこう最初に来たばっかりの、にわかな知識とかではなくて、やっぱある程度こう水も甘いもいろいろ経験していく中でも、やっぱりこうは好きだっていう人が届けるパースの方向、俺は届くと思うんですよ。何度できれば留学経験ね、はい、あってほしいなっていうところで、我々のスタンスとしての目線があるんで、はい、やっぱりね、辛いことをして辛いことがいろいろあった中でもやっぱりパースが好きっていう人が届けてほしいんですよ。そうです
やっぱりいいとこばっかり見てる段階で届けしてもなんかね、うわっ面な気がしちゃうんですよね、正直俺としてはね。別にそれはそれでいいところもあるとは思うんだけど、エキスパースとして届けるからそれはちょっと違うかなと思うんで、まあ、できればそういう方に注意して、はい、まあ別に学歴もね、年齢も基本的に問わないん で、うん、でね、やっぱ思いが強い方、はい、あのやっぱこういったことをしたいっていう方で、パースが大好きっていうことね、それを届けたいっていう思いがあのずっと持ち続けられるであろう、それを努力続けられるであろう方に注意してもらえたらすごく嬉しいですね。はい、うん、ありがとうございます。はい、そして次でございます、うん、これは私への質問なんですけども、吉田さんは将来デザイナー以外に、うん、まあ、パースでやってみたい職業はありますかっていう、うん、いいですね、いいところですね、うん、まあ、あえて言えば、うん、私花屋さん、あ、言ってますね、はい、あのエキスパースでもエキスパースのね、あのなんだっけ、あのリーダミルの方とかさ、はい、特集した時に、どこだっけ、よくお世話の時あ、そうですね、あそこはお花屋さんというよりかはその植物とかプラントだよ、ね、プラントを置かれているところで、まあ、ご夫婦でやられているお店なんですけれども、うん、やっぱりその植物を愛している方とか大切にしている方ってすごく優しいし、うん、その土地 その環境とかっていうところにめちゃめちゃこう真剣に目を向けてらっしゃる方がやっぱ多いですよね、はい、でもパース市内にもいろんな花屋さんっていうのがあるんですけれども、うん、やっぱりこうみんな買っていく方とか働いている方、うん、すっごい楽しそうなんですよ。それってすごいいいなっていうふうに思ってて、やっぱり花屋さんってすごい大変というか労働、うん、あの重労働とかもあると思うんですよね。大変ですよ。ですよね。手間がかかるし。あ、そうですね。手間がかかるし。そうなんですよ。大変ですよ。そういうところがあるので、すごいもう尊敬っていう目があって、で、あともう一つはやっぱりそのパースに来て、私すごい感動したのが、ジャカランダの木を見た時に、なんだこれはって思ったんですよ。綺麗だな。すごい綺麗と思って、うん、色とか形もそうですし、うん、そのパースの風に揺られているあの雰囲気とかもすごい綺麗だなと思って、うん、で、まあ、後々いろんなところをこう歩いたりとか散策してたら、そのワイルドフラワーのシーズンとかになってくると、うん、もういろんなところでいろんな形の見たことない花がすごい咲いてるんですよね、うん、で、私もともと花がすごく好きで、大学の時になんか花柄の服よく着てねって言われるくらいの花が好きなんです、こっちに来てその花を見る機会が、まあ、日本にいる時よりすごく増えて、うん、まあ、自然も近いじゃないですか、パースって、うん、っていうところで、あ、いいな、なんかこうそういう花屋さんとかよく目につくようになって、で、うん、いろんなブーケの形とか、うん、その花とかその植物が持つパワーっていうのに、うん、私自身もすごいこういろいろ刺激を受けてたところがあったので、うん、まあ、花屋さんいいなと思って、うん、っていうのは、まあ、遠い将来ですけれども、うん、まあやってみたいなっていう、やりたいなっていう中では一つありますね。で、次ですね、これはまあ編集長も私もあるんですけども、うん、日本に帰ったらしたいこと、あ、まあ、それ完全帰国、完全帰国とか特に書いてないんですけども、ちょくちょくは帰ってるとかよく出張に行ってるからね、コロナじゃない時は、うん、まあ、完全帰国を程度ですか、うん、はい、そうじゃないとなんかもうお寿司が高いとか確かに確かに100均に行きたいとかコンビニに行きたいとかさ、なんかさ、ね、ありふれた回答になっちゃうから、完全帰国でなったら、うん、編集長は日本で何をされますか。とりあえずゆっくりしたいですね。ゆっくりしたいですか。うわ、なんだろうね。とりあえず俺いつも貯金しないんで、多分帰国してもすっからかんでしょうから、多分最初はちょっとどっかでお世話にならなきゃいけないと思うんですよ。うん、でもなんかまあ英語もね、もちろん問題ないし、あの仕事も人並み以上にできる自信はあるんですけど、うん、あんまり企業文化はごめんなさい得意じゃないんで、自分が働くとなるとね、お世話になお世話になるとなると、うん、向こうもあんまり好かんとは思うんだけど。うん、でもね、残念ながらっていうか、ね、あのアンチな方がいらっしゃったら申し訳ないんだけど、本当俺引き抜きの話はしょっちゅういただくんですよ。だからまああるとは思うんだけど、でも企業さんお世話になるというよりもちょっと違った形で、まずは、あの多分予備校の講師とかね、あのさせていただいて1年2年させていただいて、されてましたもんね、アジの講師をね、うん、させていただいてて、予備校の講師をね、まあ、ちょっとやらせていただいて、うん、まあ、そこで多分お金をいろいろ貯めさせてもらいながら、うん、まあ、今のね、10代、20代の人たち、前半、まあ、20代の人たちか、高校生だから、うんうん、どういうことを考えながら、どういう目線で生きてるのかなとかね、まあ、これから日本より近い立場に見させてもらった上で、
まあ、今後その時何したいかなっていうのを、うん、考えるかなと思いますね。まあ、どっちみちまた自営なことを考えると思いますよ。うんうん、まあ、もうサラリーマンはちょっと僕はもうできないとか合わない一緒に、うん、っていうのはすごくよく分かったので、うん、まあ、逆にその土地に合った形の何かをしたいっていうのもあるし、うん、その土地だからこれがしたいっていう部分、多分帰るとしたら、まあ、美香さんの実家は仙台か、俺が好きな福岡か、多分どっちかと思うんですけど、うんうん、どっちかの、まあ、中小都市の方でやらせてもらえたら嬉しいかな、うんうん、そのぐらいで、はい、まあ、別に多分ずっとこっちいると思うけどね、こ、うん、こになければ、うんうんうん、吉川さんどうですか？そうですね、うん、でも私はやっぱり何かを、うん、好きなものを伝えたいっていうのが、うん、好きなんだろうなっていうのを、うん、改めてパーソンに来て思っているので、でもその土地だからこそっていうところの部分っていうのはやっぱりあるから、うん、関西出身なんで、まあ、大阪出身で京都でずっと働いてたんですけれども、うん、まあ、大阪やからいいとことか京都やからいいとこ、好きなところはもちろんあるんで、その部分をなんか伝えたいなっていうふうには思います。でそれは次は外国の人に伝えていきたいなって思いますね。うん、ね、日本人だったらね、そっちの方が面白いだろうね。せっかく英語もできるんですよ。やっぱりあとはその、うん、オーストラリアとやっぱ繋がってたいなってすごく思います、私は。なんかやっぱり自分はオーストラリアそのパースに来て、うん、こう助けられてる部分ってすごくあるので、うん、まあ、どういう形かは分からないですけれども、うん、そこら辺の部分で繋がる何かで、うん、プラス自分が好きなものを通してやりたいっていうのがあるので、まあ、それに合う会社がなかったらそれこそもう自分でやっちゃうかなって、うん、思いますね。まあ、私は父も自営業というか自分で会社やってるので、うん、そういう方がすごい周りにたくさんいる環境でずっと育ってきてるので、うん、まあ、あとはデザイナーって、まあ、そんなに会社に属さないというか、まあ、こっちだとね、デザイナーって就職率とかって、まあ、何パーセントって言ったら多分 100% なんですよ。なんですから、ほとんどフリーランスだから、うん、みんな。あんまりね、こう吉川さんみたいに就職するっていうね、はい、人の割合が圧倒的に少ない仕事なんで、うん、まあ、日本ももちろん知っていうか、もうだいぶそうなってきてると思うけど、うんうん、あんまりその属性を求める仕事柄ではないと思うんでね、うん、場所もどこでもできるし、そうですね。次、国境開きそうですかっていう、これはね、多いですよね、本当皆さん不安になってる方ね、いらっしゃりたい方も多いと思うし、ご家族こっちいらっしゃる方も多いと思うし、ね、うんうん、まあ、多分年末か年始でしょう、来年、うん、が濃厚だと思います。おそらく早くて10月とか7月8月は俺ないと思うよ、まあ、オリンピックの中心になると思ってるからね、今何ね、私も思ってる、だってやるメリットっていうか、もう選手も大変じゃない、きっと準備してる人たちも、ね、うん、これからなんかもうキャンセルっていう感じでバーって続いて、それに報道が流れてもう成り立たないからやめますみたいな、日本政府が辞めるって言いたくないから、なんか今いろんな人がさ、聖火ランナーとか辞めますとかさ、ああいう報道を流して、これから選手が出ませんとかさ、そういうので、まあ、結果開催が難しくなりましたみたいな感じの体で辞めようとしてる感じがすごいするけどね、分かんないでやるのかもしれないけど、なんか日本が決めて辞めるってするといろいろなんか不都合がありそうな、不都合というかそうはしたくないような雰囲気はすごい感じるね、こればかりは神の水を知る状態ですからね、はい、何か進展があったら、エキスパースと、はい、あと ACC のチャンネルでも、ね、動画アップしたいなと思ってます。速報が出ると思います。はい、では次です。はい、パースに来るとき、いくら持ってきましたかっていうところなんですけども、お金のコートですね、こちらは。すごくこうざっくりした。そうですね。いくら持ってきたっていうなんかちょっと家族に会いに来たかったら、ね、2、3万でも全然大丈夫ですけど、いやワーホリ来るのに2、3万じゃ困るしね、まあ、そうですね、まあ、どういう時にいくら持ってきたかって、シチュエーションによって全然固まるじゃないですか。いや、全くもって違いますよ。あとはそのこの人が何をしたいかっていう、その目的も多分あると思うので、そうね、そういうのでも全然変わってくると思うので、まあ、一概にこれだからこうとは言えないんですけれども、はい、私の場合は、パースに来るので、エキスパースやりたい、行きたいっていうふうに思っていて、なので、まあ何回も、まあ、ダメだって言われても何回もトライしようっていうふうにもう初めから思ってたので、そこまでの部分の費用として、まあ30万ぐらいあったらいけるかなと思って、日本ってだいぶ低いね。まあ、吉川さん学校行ってないからね、最初に。そうです、ワーホリ行ってないからね。そうです、ワーホリで来てるんですよ、うん、ワーホリだったら、まあ
あの1年間滞在できるし、まあ、なおかつね、あのホストファミリーとすごい仲いいっていうかね、そうですね、まあ、昔はどうご覧になってる方よく分かると思いますけど、吉川さんこちらにすごい仲のいいご家族 OG ファミリーいらっしゃって、はい、まあ、最悪そこでね、いろいろお世話になることもできるっていう安心感もあるから30万っていうところはね、はい、まあ確かに、こっちより5000ドル、あ、5000ドルぐらいね、4000ドル弱ぐらいになる時期だったと思うから、まあ、そうするとあんまりいらない、ね、うん、現金で持ってきたっていう感じですね、うん、で日本の方にその日本の貯金として、まあ、いくらかあったんですけども、でも実際も、はい、持ってきてるのはそれくらいの額、うん、まあ最悪日本からね、海外送金すればいいところもあるし、ね、はい、クレジットカード切ったりとかね、うん、なるほど、でそこからスタートしましたね、編集長、俺はワーホリできた時は貯金っていうものは基本的にしないんで、うん、あの所持金でいうと多分俺20万ぐらいしか持ってなかったのね、学校も払ってエアーチケットも払って俺片道来てるから帰りなくて、うん、で保険も入ってきたんだけど、うん、滞在費でいうと数十万しか持ってきてなくて、あの日本の楽器屋さんにあのお世話になってた、はい、あのヴィンテージギターとかね、すごい集めてるの大好きで、はい、まあ、音楽で好きだったんですけど、はい、それは渡して、うん、あの僕がこれお願いしますって言ったら、うん、あの一時販売して売り上げを口座に入れてくださいっていうのをやって、なるほど、それを5本ぐらいお願いしてきてたかな、まあ、バイトするかどうかも決めてなかったし、実はほとんどバイトしなかったんだけど、日本教師ちょっちょやってるぐらいで、まあ、パーソの旅行費用ぐらいで消えちゃったから、まあ、ほぼほぼそのヴィンテージギターがお嫁に行ったお金でダラダラしてたみたいな感じですけど、なるほど、そうね、バイトしてれば多分全然やっていけるんでしょうけど、なんかあんまりもう疲れきっててさ、自律神経失調症まで全然バリバリひどい頃だったから、まあ、とりあえずゆっくりしたいっていうところに来たのもあって、まあダラ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 してましたね、まあ、人によって目的によって全然変わってくるので、そうね、300万貯金してくる人もいれば、うん、そうですね、そうやってギリギリで来る人もいるし、うん、まあ、たまにオフィスに来てもお金がないんで仕事紹介してくださいっていう人もたまにいるんですけど、はい、お金がないから仕事が来るってことはないんで、ないですね、残念ながらそういったことにならないように、うん、あの少し余裕を持ってあの来てくれればいいけど、まあ、今クレジットカードはね大体使えるんで、あの多分注意してほしいのは JCB は使えないあんまり、おそう JCB 日本にいるとあちこち使えるから、なんか JCB って世界中使えるイメージあるけど、 JCB は実際あんま使えないから、あのビザかマスターほぼ使えて、アメックスはちょっとねチャージされたりとか使えないってことが多いんだけど、ね、あのクレジットカード作るとしたら、まあ、ビザかマスターがおすすめです。はい、じゃあ次です、はい、海外に住んだら、うん、同性愛の友達や知り合いってできますかっていう、まあ、すごいこれ面白い質問なんですけれども、うん、編集長ってできますと、あ、全然できますよ、全然できます、あのなんかだって日本にいるとさ、その LGBT マターっていうかね、はい、LGBT の方がなんかすごい特殊な生き物みたいに見えるけど、そうですね、見えるというか言う人多いけど、多いです、ね、別に普通に人だからね本当にただその可愛い系が好きなのか綺麗系が好きなのかとかさ、そういう違いなわけよ同性愛の友達って別に人として知り合うこといっぱいあるし、むしろファッションとか好きな人、シドニーでファッション好きな男子でおしゃれって人は、まあ、9割ぐらいゲイですからね。あ、そうなんですね。今ちょっとあれだけど、僕がいた時はもう本当ゲイの方多くて、すごい仲いいやつもいましたけど、でもみんななんかその、まあ、ゲイの方って結構いろいろ経路はあるけど、そのストレートな人に無理して手出すことは絶対しない人がほとんどだから、なんかだからっつってね、なんか不安に思うこととかもないし、俺も最初は分かんないからどうなのと思ったけど、おじの友達に聞いても、いやいや、そんなことはないだろうみたいな、まあ、みんな言うし、実際そういうあの LGBT の友達とか増えていく中でも、はい、なんかむしろすごい繊細でいい人多いしね、そうですね、気使える人とか、まあ、あのオカマバーとか行ったことある人もすごいよく分かると思うけど、変なキャバクラより全然気利くからねすごいよやっぱり楽しいですよね、あのぜひ夜の世界は皆さん足を踏み入れましょう、はい、いっぱいぼったくられよ本当に本当ぼったくられることないやつに限ってケチなんだよ話が飛躍したってこれにしますけどちょっと飛躍しましたね今あでも LGBT の方との知り合い多分オーストラリアで普通に増えるし、もう普通にね、あの同性愛の方手つないで街中歩かれてますからね、ありますね、はい、普通に歩いてるからみんな、うん、あとはなんかホームパーティーとかでみんなで集まったりとかしたら、友達と友達がそういうあの LGBT の方で普通にこう喋ってて、なんか
日本人の男の子ってどうって聞かれたりとか、逆にすごい質問があって、いやこんな感じでアジアの人は多分みたいな話してるとめっちゃ盛り上がってきて、一緒に飲みに行こうみたいな感じで、もう普通に友達にもなるし、なんか機会が結構ありますよね。あるよ、知って多いからね、いい人多いよって言われる。こんな感じですかね、はい、はい、では次の質問です、いつも YouTube 何見てますかっていうので、あー YouTube らしい、 YouTube らしい確かに、はい、編集長何見てますか？もうだいぶチャンネル登録しだすのは止まってはきてますが、最近、一番よく見てるのは何だろうな、朝倉未来チャンネル引き続きよく見てますし、そうね、なんかこう貫いてる人系のチャンネルはよく見てますね。MMA 関連もそうだね、朝倉自身見てますし、音楽関連とか、あとはゴルフが好きなんでゴルフのチャンネルとかもよく見てますね。そうそう、私も朝倉未来は見てます、面白いというか、なんか考え方がこう格闘技やのに面白いなっていう斬新な考え方が結構多いし、あとは戦ってる姿が普通にかっこいいなって思うんですよね。そうね、私小さい時からお父さんとあの MMA の総合格闘技のやつを、プライドとかもあったじゃないですか。ああ、ありましたね。プライドとか全然普通に見てて、めっちゃ盛り上がってたので、今でもすごい見てます。ご飯食べながら、ここに画面を見て、そうだね、いけとかって思いながら、ご飯食べてたりとかしますけど、まあ、かっこいい。ね、プライドもそうだし、K-1 とかもそうだしね、大晦日はとかさ、はい、結構ゴールデンタイム ね、 ね多かったし、今地上波乗るか乗らないかみたいな感じだし、テレビ見てる人もだいぶ減ったからさ、10代20代の人でも総合格闘技とか K-1 とか分かんない人も多いと思うんだけど、最近 UFC 関連も結構見るようになりましたね。やっぱ向こうはね、一応 UFC の団体、アメリカのね、あの総合格闘技団体ですけども、UFC が一番でかいし、マネーもとんでもないわけですよ。すごいですよね。ワンファイト1億円とかだからね、ちょっと桁がね、だいぶ違いますけど。最後、パースでの恐怖体験ってありますかっていうお話なんですけど、恐怖体験っていう。ああ、恐怖体験ね。ありますね。あります、あります。あるんですか？あるよ、今はなくなっちゃった、ほら、前何回か話したの、ウィリントンスクエアの横の、公園。公園の横の、ガススター。ガソリンスタンドはもう俺3回閉じ込められてるんですよ。初めて聞きました。何ですか？言ってないっけそれ。初めて聞きました。カウンセリングしてる人に何か結構言ってると思うんだけど、もう今そのガソリンスタンドなくなっちゃったんですけど、そう、市の、ね、中にあるあのガソリンスタンドだったんだけど、これがワーホリの時にエスペランスとかの旅行行く時に給油した思い入れのあるガソリンスタンドだったんですよ。で当時はそんなこと全く知らないし、当時は多分そんなに治安悪くなかったのかな、よくわかんないけど、でもとりあえず給油して行ったんだ、思い入れがあったから、ちょくちょくシティで給油する時はそこ使ってたんですよね。1回目の時が普通に給油して中でお金払おうと思って、で払おうと思ってたら、誰か万引きしたんだよ、そして万引きしたのを店員さんが見つけて、だから横のボタンを押したんだよね、赤いボタンバンッつって、でなんか押したと思ったら、ブン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 って始まって、自動ドアを開けてしまって、現状確保、警察来るまで何もできませんみたいな、はい、そのまま皆さんそのままフリーズみたいな感じで、ステイスティーオンっつって、もうじっとしててねみたいな感じで、もうそのまま警察官来て、事情聴取受けて、帰る。っていうのが1回目 で、で当時仲良かった女の子はそこよく行ってるけどそんなことないよみたいな話で、いやいや怖いんだよみたいな話してて、でちょうどその時行く用事があったから2人で行ったんだよね、でいやこの前ここでさみたいな話したら、隣にいたカップルが大喧嘩始まったら、もしかしてと思ったら店員さんがやっぱりポンと押してるわけ赤いボタンを押してで、またビン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 って押して、でまた現状確保ですよ。カップルが喧嘩してるだけでもそうだったんですか？いや結構大げさっていうか、もう棚が倒れんじゃないかみたいな、それはちょっともう物投げ出したりとかもえらいことになってたから、もう押されてて、また警察の人来てまた事情聴取っていうのがあって、しかもそれが2週連続とかあったんだよね、クレームを出したら。結構怖いですね。まあでもそれ以上に怖い面白い人っていっぱいいるんで、やっぱり知らない土地に来たときはどこが危ないかって知らないとリスクです。
うん、これ当たり前なんだけど、でも、留学エージェント的な扱いになっちゃうかもしれないけど、はい、行ったことは何事も経験っていうエージェントもあるみたいだけど、うん、嘘じゃないよそれって、うん、正しいけどやっぱりもう絶対にそこはやばいよってところもあるわけ、うん、それこそパースで言えばそのウェリントンスクエアっていうところはあるんだけど、そこの周りのアパートに住むっていうことは相当覚悟した方がいい、うん、でも市内に住んじゃってる人も結構多いから、うん、結構危ないんですよそこの周りって、うんうん、よくレイプ騒ぎもあるし、今回も韓国人の方レイプされたりとかね、うん、ああ、しょっちゅうあんだそこ、ニュースになってないだけで、結構多いんですよ、実際。いや、本当、そういうミスみたいなこともよくあるし、危ないんですけど、そういうの知らないで、現地サポートなしで来る人とか、やっぱそういうの知らないで、ばったり会っちゃったりとか、別に落とすわけじゃないけど、うん、でも、ある程度、でもね、決まってんだよ、こういうとこ避ければいいとか、こういったことは危ないんだなとか、分かれば、もう逆にすんごい安全って。そういうところを自分で、日本ではなんとなくしてたりとか、日本語だと調べたりするけど、まあ、海外で分かりにくかったりとか、英語で分かんなかったりとか、まあ、そういうのがありえるんで、まあ、一応そういうところは注意してほしいかなっていうところは、うん、ありますけどね。ゆきこさんあんまない？いや、私一件あって、結構本当に怖かったんですけど、でバス待ってたんですよ。でそしたら、なんかまあ酔っ払いの人が、男の人一人いてて、なんかこうフラフラしてるから、なんか嫌やなって思ってたんですよね。で結構10時とか11時半くらいに、このセントジョージテラスのこの通りなんで、車も通ってるじゃないですか。なんかまあ安全かなと思ってたんですけど、無視するのもちょっと怖かったんですよ。そうね、でバス停って、あのベンチがあったら壁みたいな、あるじゃないですか。小屋みたいになってるからね。はい、正面が開いてる小屋みたいになってる。そうですそうです。うん、で私ちょうどその小屋の、まあ、逃げれなさそうな、角っこの角っこのところに座ってたんですよ。でこっちから来たんで、まあ、言ったらまあどうすることもできない位置だったんですよね。発砲塞がりみたいなね。そうです。うん、で隣に初めすごい座ってきて、うん、いや嫌やなと思ってたら、まあ、あの女を話しかけられたんですよね。うん、でその時に。夏で結構暑かったんですけど、うん、なんかどれぐらいコープって言われて、コーラ好き。ああ、前来たですね。そうです。で、コーラと思って、マクドの話かなと思ったんですよ。で、好きですみたいな、こう爽やかですよねみたいな、美味しいですよねみたいな、シュガーいっぱいあるしみたいな感じで話してたら、なんかそうかそうかみたいな、すごいニヤニヤしてたんですよ。で、まあ、その人が乗るバスが来たんですよね。でそしたら私の手を掴んで一緒にこう家に行こうみたいな感じで連れて行かれそうになったんですよ。怖いですよね。で、他の人が助けてくれて、まあ、なんともなかったんですけど、でも一緒に行こうよみたいな、今好きって言ったよねって言われて、でもその時全然よくもう意味がわからなくって、コーラの話してただけやのにと思って、で、まあ、その場は事なきを得て普通に家帰ったんですけど、バス乗ってる時になんであんな風になったんやろって思った時に、その英語で私コーラっていう風に言われてると思ってたんですけど、それが言ってはいけない、その F ワード的な部分、まあ、男性器のことを指すワードなんですよね、似てる単語であるんですけど、結構もう発音とかも全然同じように聞こえてしまって、で軽くコーラ好きですみたいなこと言っちゃったから、言っちゃったもんで、この子はいけるみたいな感じになっちゃって連れて行かれそうになったっていう話があるんですよね。まあ、聞かないじゃないですかそういう単語って、まあ、しょっちゅう分からないから、まあ、10代からこっちで過ごしてればそれはさ、まあ、日本と同じで、まあ、まあそういうやつよねすぐ分かるけど、いきなり来て急にしかもそういう状況で言われたらさ、結構怖いと思って聞いてると何聞いても聞こえないからね。そうなんですよ。そういう状況で言われると、うん、ああみたいな、とりあえず話合わせようっていうところがどうしてもね立つから、別に吉川さんもベストを尽くしてると思うけど、でもそういう時にもやっぱ分かんないことあるからね。一応市内に関しては全部監視カメラついてるんで、パーツで。そうですね、でも本当に稀な体験だったと思います。まあ4年に1回だからね。うん、あんまりないじゃないけど、本当にエリアを気をつけないと、あの住んでる近くとかでね、起こっちゃうとそれは大変だったりもするから、あのそこら辺は、ね、注意してほしいなっていうところはありますけどね。はい、そうですね。500人達成というところでね、まあ、あと500人で1000人、はい、うん、でもまあ500チャンネル登録、500人チャンネル登録いただいてる数の割には、あの 再生総時間数はかなり多くてですね。そうですね、ありがとうございます。かなりもうあのいただいてるので、いただいてます、うん、あとまあ1000人達成とか次のマイルストーンなどの一つの節目かなというふうには思ってるんだね。はい、まあね、吉川さんとして今後、まあ、1000人に向けてスパースチャンネルどんな感じにしたいですか？はい、そうですね、やっぱり自分がこう楽しいというか、うん、
自分が楽しんでやってるのが一番いいなっていうふうに思うので、そうね、そこはまあ継続していきたいなっていうふうに思ってます、うん、あとはそのパース の、まあその良さっていう部分っていうのは変わらず私はやっぱり届けていきたいので、うん、でいろんな動画上げてって思ってるのが、うん、そのこうしたら動画数が伸びるとか、うん、こうしたらビュー数が伸びるとかって、まあ、あるんですよ。やっぱ数値見ると分かるじゃないですか、うん、これしたらやっていけるなとかはあるんですけど、うん、まあ、それも大事かとは思うんですけど、うん、やっぱりその根本的な部分というか、自分たちがそのマガジンの時でもやってたその私たちが好きなパースを私たちの形で届けるっていう部分っていうのは、どうしてもその数字とかの方に目が向きがちですけれども、うん、でもそうじゃないよっていう部分は自分の中でしっかり改めて持っていきたいなというふうには思ってます。うん、いや、それいいと思いますよ、うん、別になんかチャレンジ数が多いってことはいいことでもあるしね、いろいろ知っていただくっていう中では多い方がいいんだと思うんだけど、うん、多いからいいというわけではなくて、やっぱり自分たちのスタンスで届けてるかどうか、まあ、それがあまりにも自己満すぎちゃうとね、うん、よくないけれども、まあでも自分たちが届けたい形っていうものを優先するっていうこと自体は俺は悪いことだと思わないんで、何しちのチャンネルもしっかりですけれども、はい、まあ、自分たちも楽しみつつ、やっぱ自分たちが届けたい形、まあ、それで共感してくれる人たちをやっぱり大事にしていきたいというところで、あの会社の軸としてますんで、うん、YouTube はネキスパース ACC チャンネルあるおかげで問い合わせもすごくおかげさまで多くなってるんで、もう十分そのビジネス的な、ね、メリットっていうのが十分に果たしてるというところはもう大きいですから、まあ、より、ね、自分たちが発信したい形で発信していきながら、まあ、それを見てくださっている方が楽しんで、パースっていう街を、ね、楽しみにしてもらえたりとか、あ、こういうところもあるんだって知ってもらえるきっかけとしても、よりあの活かしていただけるように、あのこれからも楽しんでやっていければと思います、ね。はい、ありがとうございます。はい、では、まあ、今日はですね、500人登録者記念というところで、うん、質問10個答えていきました。はい、また機会があったら同じように、まあ、すぐではないですけれども、質問コーナーを設けていきたいなというふうにも思ってますので、楽しみにしていてください。はい。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。エキスパースの吉川と、編集士の岡でした。バイバーイ。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらになります。せーの、また見てねー。